次に畑中光成君。はい、畑中君。みんなの党の畑中光成でございます。アルジェリアでの人質テロ事件を受けて、邦人の陸上輸送を可能とするこの自衛隊法の一部を改正する法律案ですが、事件後の1月末ぐらいでしたか、当初は武器使用基準の緩和について、読売テレビの番組で、小野寺防衛大臣は自衛官は緊急時に武器を使っていいのか悪いのかを考えながら対応しなければならないと指摘し、自衛官がかわいそうとおっしゃられました。その後自民党や与党 PT はもちろん、政府内でもこの武器使用基準についてはさまざまな検討をされたかと思いますが、当初の大臣の発言と比べここまで後退をした理由について、教えていただけますでしょうか。小野寺大臣。ここでの、テレビでの、発言についての、受け取れ方というのはそれぞれ様々で、今、委員が、私の発言をそう受け取ったんだなと思いましたが、今回私どもこの法案提出をするにあたりましては、在アルジェリア邦人に対する、テロ事案の検証では、在外邦人を陸上輸送する必要や、輸送対象者の範囲の拡大といった課題が明らかになり、今般のテロ事案のように海外において邦人の保護が必要となる緊急事態はいつでも起こり得るということで、政府としてはまずこれらの課題に一日も早く対応すべく4月19日に今回の改正案を国会に提出しました。したがって改正案にある陸上輸送についても現行法に基づく在外邦人等の輸送と同様、基本的に派遣先国の同意を得て行うものであり、邦人等の輸送を安全に実施できることを前提とし、自衛隊が拘束された邦人の救出や派遣国先の治安の回復を行うことまでは想定をしておりません。このような前提のもと、武器使用権限についてもさまざまな検討を行った結果、万一不測の事態が生じたとしても自己保存型の武器使用権限により事態に応じた適切な対応を行うこととしておりまして、輸送を安全に実施しうるものと考えております。また政府としては派遣された隊員が現場で判断に困ることのないよう法改正に合わせて不測の事態への対処方法の徹底を図る考えであります。いずれにせよ在外邦人の安全確保は政府の重要な責務であり、今後とも必要な制度の見直しについては普段の検討していきたいと思っております。畑中君。はい、今私が申し上げたこの読売テレビの番組についてですね、これ私が受け取ったわけではないですよ。これもうネットで流れてますからね。小野寺大臣が自衛官はかわいそうというふうにおっしゃったということが書いているその事実を述べただけでありまして、私が受け取ったわけではございません。合わせてですね、ちょっと質問をさせていただきますが、海外での邦人保護の際に車両を使用し陸路を輸送すれば当然何者かからの攻撃を受けるリスクが高まるということはもう皆さんご指摘の通りでございますけれども、その攻撃者が国または国に準ずる組織の場合にも武器を使用することができるのでしょうか。攻撃者が国または国に準ずる組織の場合か否かや、事故の管理下に入っているか否かという判断は一体誰が行うのでしょうか。隊員個人が行うのでしょうか。でもこのきっと突発的な判断になるかと思うんですが、一体誰がその責任を負うのでしょうか。お答えください。小野寺大臣。海外で活動する自衛官が不測の事態に際して事故等の生命身体の防御のために武器を使用するということは、いわば自己保存のための自然的権利というもので言うべきものであって、相手がたまたま国または国に準ずる組織であっても武力の行使に該当するものではなく、憲法上許されるというのが従来の政府見解であります。
在外邦人等輸送においても、法律に基づき自衛官が自己保存型の武器使用を行うにあたり、攻撃者が国または国に準ずる組織であるか、その都度判断することは要しません。いずれにしても防衛省においては、さまざまなケースへの対応を検討し、派遣された隊員が現場で判断に困ることのないよう、法改正に合わせて、武器使用のあり方を含め、不測の事態への対処方法を徹底してまいります。畑中君。はい、今自己保存型ということでおっしゃられましたが、この点がですね、当初その大臣がテレビでおっしゃられたことと比べるとですね、だいぶ後退したのではないかなというふうに思うわけでございますが、この自己保存型とのこの境目ですね、自衛官がもしその境目の中で相手に危害を加えた場合ですね、正当防衛だったのか緊急避難だったのかということを立証しなくちゃいけない。これも皆さんご存知のことだと思います。立証できなかったらこれ刑事罰にもなる。警察官職務執行法第7条、海上保安庁法第20条に規定されている武器使用というのは、逃走の防止、公務執行に対する抵抗の防止等、武器使用を認めて、この自衛隊法よりもですね、危害許容範囲が広いんです。ですから警察とかこの海上保安庁の方がですね、自衛隊よりもこの許容度が広いというのは、これしっくり来ないと言わざるを得ません。このように海外での武器使用に制限がついたままでは、自衛隊員に過度な負担を与えることになります。これでは自衛隊の任務だけを増やして、権限はそのままのため、何にも変わらないため、輸送される邦人はおろか、自衛隊員自身にとってもかえって危険を増すのではないでしょうか。今回の自衛隊法改正における残った宿題というのは、まさにこの部分だと認識しております。これまで海外での武器使用の問題は、さまざまな角度から研究議論をされてきており、小野寺防衛大臣もすでにですね、正直なところ何が必要で何が問題なのか、答えは十分ご存知のはずだと思います。この武器使用基準について、正直なところ最後はですね、内閣法制局による憲法解釈のところがネックなのでしょうか、それとも他の問題があるのでしょうか、お聞かせいただけますでしょうか。小野寺大臣。今般の改正では基本的に派遣先国の同意を得て陸上輸送を安全に実施できることを前提としており、万一不測の事態が生じたとしても、自己保存型の武器使用権限により事態に応じた適切な対応を行えるものと考えております。また防衛省においては、さまざまなケースへの対応を検討し、派遣された隊員が現場で判断が困ることのないように法改正に合わせて武器使用のあり方を含めた不測の事態への対処方法の徹底を図る考えであります。他方、海外に派遣される自衛官に自己保存型を超える武器使用権限を付与するということについては、相手が国または国に準ずるものである場合、憲法第9条が禁じる武力の行使に当たる恐れがあるというのが従来の政府見解になります。いずれにしても在外邦人の安全確保は政府の重要な責務であり、海外に派遣される自衛官はいかなる武器使用権限を付与することが適当かを含め、今後とも必要な制度の見直しについては不断の検討を行っていく必要があると思っております。畑中君。ここのところちょっと私しっかり聞いておきたいと思いますので、ちょっと重ねて質問させていただきますが、私がお聞きしたのは、この最後のネックはですね、内閣法制局による憲法解釈がネックなのでしょうか、これイエスかノーかで、もしくは他の理由なのだったら、その他の理由を端的にもう一度、申し訳ありませんがお答えいただけますでしょうか。小野寺大臣。繰り返しになりますが、現在、私どもとして、海外に派遣される自衛官に、自己保存型を超える、武器使用権限を付与することについては、相手方が国または国に準ずるものである場合、憲法第9条が禁じる武力の行使に当たる恐れがあるというのが、従来の政府見解であります。畑中君。私事ですが、
私の地元は兵庫7区の西宮芦屋というところでございまして、かつてですね社民党の党首でありました、土井孝子氏が現職であったところです。ちょうどあの私の席の前にあの肖像画がかかってるんですけれども、あの個人的な恨みは全くありませんけれども、ちょうどですね10年ほど前北朝鮮問題がクローズアップされてですね、日本の政治や憲法や安全保障は果たしてこのままでいいのか、そう思ったところが私の政治活動の原点なんです。それでその土井孝子氏が2001年4月に提出した質問主意書、小泉内閣発足にあたって国政の基本政策に関する質問主意書というのがございまして、これは9条と集団的自衛権の解釈でしたが、憲法解釈の変更について政府の見解を問いました。その答弁書から述べたい部分を抜粋しますと、特に憲法第9条については過去54年よにわたる国会での議論の積み重ねがあるので、その解釈の変更については十分に慎重でならなければならないと考えると書いてあります。ここで述べられた解釈の変更は十分に慎重でならなければならないとは、裏を返せばですね、十分に慎重だったら解釈の変更も考えられるとも取れるのではないでしょうか。しかしながら安倍政権の防衛政策を担っておられる小野寺防衛大臣においてはですね、この問題についてどのような態度でおられるのか、いまだなお憲法解釈に対して極めて硬直的な立場に立っておられるのかどうか、それをお聞かせください。小野寺大臣。あの私ども、閣僚は、すべからく、憲法の遵守義務を負っております。その中、このような議論につきましては、これは、集団的自衛権の問題を含めて新たな安全保障環境において我が国の平和と安全を維持するため我が国が何をすべきかということ、これは、安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会が改めて立ち上げられ、前回作成された報告書を踏まえて検討が行われており、防衛省としてもこの検討については必要な協力をしていきたいと思います。今後どのような議論がなされ、どのような方向に行くのかということについて、私どもはその検討内容についてこれからも注視をしていきたいと思っております。畑中君。今憲法の議論も世の中でこう盛んになってますし、国会でも私も憲法審査会のメンバーでありますけれども、私自身も将来的な改正には賛成の立場でありますけれども、その前に十分やるべきことというのがあるんですよ。まさにそれがこのことではないでしょうか。アルジェリア事件を受けていろんな課題が浮き彫りになって、在外邦人の保護ですね、この自衛隊法改正の議論しっかりとやらなくちゃいけないところで腰砕けになってるんではないでしょうか。ちょっと質問が前後しますけれども、先ほど来北朝鮮の話、救出の話が出ましたので一つ飛ばして質問させていただきますが、この安全が確保されたところ、これを移送することができるけれども、まさに邦人がテロリストに捕らわれているというような状態から救出することはできない、そういう法体系になってますよね。つまりこの北朝鮮のケースの場合、体制が崩壊して拉致被害者である邦人の情報があったとしても救出することができない、あくまで安全が確保されたところにしか行けない。これもですね、もう一回聞きますよ、内閣法制局の憲法解釈の問題なのでしょうか。大臣お答えください。小野寺大臣。今個別の国に関しての話がありましたが、今回の私ども逮捕改正の中の輸送、邦人輸送の業務はあくまでも相手国の同意ということが必要になります。今発言された国が我が国の輸送に関して、自衛隊が輸送することに関して同意をするということが、実際あるかどうかというのは、これは難しいことではないかと思っております。畑中君。ちょっと答えの中身がよく分かりませんでした。先ほど来ですねお伺いしているのはですね、この憲法の問題、憲法解釈の問題についてお伺いをしております。しかしながらこの答えについてですね、明確にお答えをいただいていない
そのように思います。でですね、この憲法の問題、私そもそも思うんですが、憲法の三原則、中学校でも分かりますよ。基本的人権の尊重、国民主権、平和主義。果たしてですね、これ何も戦争に行くわけじゃないんですよ。海外で活躍されているですね、海外におられる在外邦人の保護、このためにですね、これを なぜですね、日本という国家が守ることができないのか。これは基本的人権を守ることができない、かえって憲法を犯しているんじゃないでしょうか。一方の北朝鮮の問題だってそうでしょう。基本的人権が犯されているのに、なぜそれを助けることができないんでしょうか。どっちがその正しい憲法解釈なんでしょうか。これちょっと通告してない質問でありますけれど、大臣ちょっと一言で結構ですのでお聞かせください。はい、小野寺大臣。私は防衛省自衛隊という実力組織を指揮する立場にあります。その私が憲法の解釈について議論する、発言することは適当ではないと思っております。畑中。いや、非常に残念でありますけど、そこはですね、本当にしっかりと頑張っていただきたいと思いますし、ここにおられる委員の皆様もですね、ぜひしっかりと追及をしていただけたらと思います。すいません、質問を移らせていただきます。時間がありませんので、今回のアルジェリア事件でですね、事件現場からイナメナス空港まで50キロ離れていましたが、これがガルダイア空港だと、900キロにも及びます。外務大臣、防衛大臣が現地の治安情報を確認して、適用を決定するとのことですが、例えば道路の状態、凸凹があればですね、車ですからこのスタックの危険もあるわけですけれど、これは衛星で見たってそういう凸凹なんてわからないと思いますが、そのような中でどのような判断基準でこの車両による輸送を決めるのでしょうか。教えてください。黒井局長。輸送の安全についての判断基準についてでございますけれども、先ほど委員ご指摘になられましたその道路の状態、あるいはその凹凸等々、あるいはそのスタックの危険があるかどうかといったことというのは大変重要な情報であるということは我々も考えております。で、他方これらについてですね、できる限り現地当局からの情報提供でありますとか、あるいはその現地の大使館の人間からの情報、さらにはもちろんそのもし防衛駐在官が我々いればですね、そういったものを通じての情報等々、あるいはその、先ほどの議論の中にも出ましたけれどもですね、現地で必要な方を雇うといったようなことも駆使してですね、できる限りの情報を集めるということが前提となるわけでございますが、その上で道路の状態等も勘案してですね、車両が支障なく通行できるのか、あるいは現地におけるその治安の乱れ方の状態というのはどの程度のものなのかといったことを総合的に判断した上で、輸送の安全といったものを最終的に判断するということになるわけでございます。畑中君。今私お聞きしたのは、もっと細かい話でありましたが、時間もありませんので次に質問をさせていただきますが、その、情報についてですね、先日、安倍総理を中心に取り組んでおられるこの NSC に関連して、この、中東北アフリカ地域担当の分析官を置くというのは私は大変重要なことだと思い、早期の稼働実現をお願いしたいと思います。そもそもですね、このアルジェリア付近、この地域の情報は十分と言えずですね、今回のアルジェリアの人質テロ事件も身の代金の目的の人質事件なのか、もっと根の深いですね、思想的な問題による軍事対立があるのか、そういったところもしっかりと分析して情報収集をしておく必要があると思います。この中東北アフリカの情勢というのは決して地理的に遠いからといって関係のない話ではなくて、極めて我が国にとって重要な話でありますが、しかしながら今回アルジェリアの事件で明らかになったのはですね、現地の大使館は警備対策官を含め日本人職員13名のみ、
であり、防衛駐在官とか、警察アタッシェ、こういったところは配置されていませんでした。で、単に増員すればいいという話ではないと思いますが、現実策として例えば日記も1960年代からそこで仕事をされておられた、こういった民間とですね、すなわち官民共同でですね、情報を収集する、それをいかにして、我が国の情報体制としていくかという新しい試みも現実策として必要かと思いますけれども、こういったところについて我が国のインテリジェンス体制の在り方について、も含めですね、お答えいただけますでしょうか。山田参事官。答え申し上げます。外務省としてですね、今回 の反省を踏まえまして、有識者懇談会の提言もいただきましたし、与党 PD の提言もいただきました。それから、政府自らの検証もいたしました。で、やはりその中で一番重要なことは情報であって、重要なことの一つはですね、かつ官民協力であるという、そういう深い反省と、それから今後の課題というのをいただいたというふうに考えております。今回 の有識者懇談会等を踏まえまして、30日には官房長官が、5月30日、すみません、31日には岸田外務大臣が、今後の検討の方向性について述べさせていただきました。その双方において、官民ネットワークの強化、特にこれから双方向の情報交換が必要であると、現地のことはやはり現地にいらっしゃる民間がよくご存じであろうということ、それからそういった集めた情報をどうやって皆さんに共有するか。アルジェリアの事件の後ではございますけれども、各大使館でですね、176回の安全対策連絡協議会を開催しております。それからまた IT 技術も進歩しております。そういうことをですね、官民のその情報共有のためにどうやって使っていくか、こういう大きな宿題をいただいたと思っておりますので、私どもとしてできるだけ早急にですね、改善策を打ち出してまいりたいと思っております。渡辺君。はい、以上で終わります。ありがとうございました。